鳩吹山から望む木曽川の北側の美濃加茂市中心部美濃加茂市は岐阜県の南部に位置する市である。農林平野が飛騨、奥美濃の山並みに接するところに位置している。北部は山地の谷合に農地があり、中部はなだらかな大地でなし、柿等の樹園地が形成され、山崎マザック等の工業団地も栄える。南部は肥沃な低地である。 ノービヘア北東部の木曽川菓子団群に属し、市街地を取り囲むように水田と畑地が広がっている。気候は岐阜県でも比較的雪が降らない地域に属している。1987年撮影の美のカモシ、中心部周辺の空中写真。市街中心部の南側を木曽川が東から西へ流れる。市街地東方に木曽川と平田川の合流地点が見える。 1987年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市境から愛知県との県境までは比較的近いが愛知県には隣接していない。昭和平成1990年代後半から日系ブラジル人をはじめとして在日フィリピン人など外国人居住者が 古い地区などを中心に増加し、その数は2000年代後半には当主の人口の1割を超えた。また近年は在日中国人も増えている。2014年6月1日現在の人口に占める外国人の割合は約7.2%。大垣市、ガ西市及び県外26市町とともに、 外国人集中都市会議に参加し、2007年度から2年間座長都市を務めた。2008年度には多文化共生社会の実現に向けた取り組みを推進するみのかも宣言が採択されている。外国人集中都市会議とは、静岡県浜松市が中心となって、日本国内の外国人が多く住む町の自治体や国際交流協会などが集まり、 外国人住民が多数居住する都市の行政と地域の国際交流のために設立された組織である。昭和中期までは稲作のほか養蚕のための桑の栽培が盛んであった。貸し段丘でできた地形のため地下水は川に近い低い標高の土地に湧水として得られるが、なだらかな大地である市中部は土壌としても水利としても田畑には厳しい地域であった。 大正時代からの利水対策や土地改良、さらに土壌に合う果樹栽培によりなし、柿などの生産を行っている。取得産品に道場八や柿がある。1955年9月の低開発地域工業促進法の適用を受けて工場誘致を行ったことで防火板を製造するに村科学工業が創業を開始した。 工業用水面で有利な日田川西岸では特に水を多く用いる繊維産業としては群瀬株式会社が東中学校に隣接する日田川と国道を挟んだ地域に工場を構えていた繊維産業の変遷とともにこの群瀬株式会社の工場用地はソニー EMCS に売却され1980年代から2000年代にかけてビデオカメラや携帯電話 プレイステーション2の製造拠点として稼働した後、現在は選手会系列の物流センターとなっている。国鉄小指南線沿いでは、鴨屋地区において、テレビ産業の発展とともに1975年に、日立製作所系の日立城へイーテックが工場を設立した。長良川鉄道になった後も、国道248号線とともに、物流の利を活かしている。また、 推理の悪い中部第一地,地域の工業団地化も進んでいる。1980年代には半導体産業が盛んとなり、1983年の八谷工業団地造成に続き、翌年には富士通ベルシーのメモリチップ工場が進出した。2000年の中部第一産業ゾーンの分譲開始と共に各種産業の製造拠点が置かれている。 八谷町を中心として大規模な土地区画整理事業が進められ、街路、住宅地、公園などの公共空間、工業団地が造成された。これにより、三つ間グループをはじめ様々な企業の工場が進出している。主な進出企業美濃大田駅南口の駅前には商店街が広がっており、かつては商業の中心地として賑わいを見せていたが、 モータリゼーションの影響などにより、かつての活気はなくなっている。その反面、美ノ・オ田駅より北側1キロメートル圏内には、ネイバーフット型ショッピングセンターの開発が盛んに行われ、大規模店舗が次々と進出し、市内における商業の中心地となっている。主な商業施設市内に支店を置く金融機関。 岐阜県立鴨も農林高等学校かも総合庁舎市、役所、連絡所警察署かも警察署消防署分化、施設体育施設図書館美濃加茂市立中央図書館、公園 JR 美濃大も駅美濃加茂市の代表駅は美濃大も駅であり、市内を通る以下の3路線すべてが乗り入れている。一般路線バス高速バスコミュニティバス国道41号の中濃大橋高速道路等、 一般国道一般県道道場、八夜垣、ありがとうございます。